ました。マンボウたちは餌に近づくとスルッと掃除機のようにして餌を吸い込んでしまいます。そのまま噛まずにごっくんと飲み込んでしまうのかと思いきや、喉の奥には咽頭歯と呼ばれる小さなトゲのような歯がちゃんとありますので、そちらで噛み砕いて食べていっています。さあ、飼育員の手をよーく見てみてください。四角い芋羊羹のようなものを持っているの皆さん見えましたでしょうか。こちらがマンボウたちの餌なんですが、では一体マンボウたちは海では何を食べて暮らしていると思いますか。さあ、マンボウたち、あの広い海の中で一体何を食べて暮らしているでしょうか。ヒントは、クから始まる生き物を主に食べていると言われています。正解はクラゲを主に食べていると言われているんですね。はい、意外なんですが、この水槽の中で毎日クラゲ用意するの少し難しいので、あの飼育員が挙げている芋羊羹のようなものの正体は、アジとカキとエビをミキサーにかけて水とゼラチンで固めたものをあげています。毎日手作りの餌をマンボウたちにはあげていますね。さあ、先ほどからお気づきかと、お気づきでしょうか。小さなマンボウにあげている餌と他の2匹にあげている餌、大きさが全然違うの皆さん気づきましたか。これはですね、マンボウの体の大きさや体重によって餌の量が違います。この中で一番小さなマンボウだと1日に 100g、あとの2匹は1日に 250g の餌をあげています。結構少ない数字になっていますよね。なぜこんなように少ないかというと、当館では、まあ、だいたい体重の 0.5% から 1% ぐらいの量の餌の量がちょうどいいかなというふうに決められているのと、この水槽の中であまり運動量がありません。消化しきれずに消化不良を起こしてしまう場合もあります。なのでこの少ない餌の量になっていますね。お腹を壊してしまうこともあると言いましたが、万が一お腹を壊してしまった場合は、マンボウたちは、どのように見分けるかと言いますと、まあ、人間のうんちはですね、結構塊で出てきた方が健康だという感じのイメージがあるかと思いますが、マンボウたちは糞は水のようなうんちをするんです。はい、なので結構調子が悪いと塊で出てきたりするんですね。そうするとちょっと調子が悪いかなというふうに見分けることができます。では調子が悪いとどうやって治療するかというと、お薬をあげています。そのお薬は皆さんもご存知、